簡単に言うと空間によるこう曲面が作る体積の計算をしたり、あるいはまあその曲面について微分をしてみたり、そういった話になってきます。バーゲンセールなんかを行うときに、だいたいどのくらいの値段までは下げても大丈夫だとか、まあ、そういったものもあれちょっと実はこう全部が全部ではないんですけど、微分方程式でこう計算したりすることはありますから、あるいはこう細胞の分解であるとか、絵画の年代を調べるときに、なんかこう絵の具の顔料についてこうちょっと調べてもらうと、それもちょっと微分方程式を解けばいいという形になってきますから、まあ、実際現実的にこうたくさん微分であるとか積分の計算を使うということは多々あることはあります。まあ、とりあえず楽しんで勉強してもらいたいなというのが一番ですね。まあ、うちの大学で今数学選書に来てくれる学生さんはやっぱり数学が好きだからという学生さんが随分多いので、まあ、そういう意味でもこうできるだけこう楽しんで勉強してもらいたいというのが一番だと思います。